はい、小井道楽さんの昭和搭載オスで35センチです、こちらも、コメントをいただいてますので、私の方から説明させていただきます。まず便室の方ですが、結構明るい便室で非常に、いいんじゃないでしょうか。炭も、いいところに配置し、これからどんどん大きくしていただければ、さらに迫力を増してくれる昭和だと思います。横の方を見ていきたいと思います。はい、いかがでしょうか。それではアップして撮りたいと思います。ちょっと、変則的な模様が非常に目につく鯉です。ぜひご覧いただいてご検討いただければと思います。鯉道楽さんの昭和、搭載オスでサイズの方が35センチです。ぜひよろしくお願いします。